はい、皆さんこんにちは。定刻となりましたので、ただいまから日向市総合体育館基本計画の市民説明会を開会いたします。本日はご多様の中、市民説明会に参加していただき誠にありがとうございます。私は本日の司会進行を務めさせていただきます、資産経過の大崎と申します。よろしくお願いいたします。最初に、本説明会中にもしも地震が発生した場合は、係員が避難経路へ誘導を行いますので、その指示に従い速やかな避難を行っていただきますようお願いいたします。次に資料の確認をいたします。資料につきましては開始台アンケート用紙の2種類となります。本日の説明資料は正面のスクリーンにも映し出しますが、市のホームページでも公開しておりまして、開始台の QR コードからご確認いただけるようになっております。次に本日の様子は録画させていただきまして、本日来られなかった方のために後日市の公式 YouTube で配信させていただき、またホームページ SNS でもお知らせする予定となっております。なお映像での配信につきましては説明部分のみとしまして、後半の意見交換に関しましては、皆さんが発言されている映像は出さずに、どんなご意見が出たかなど、その概要を編集してお示しする形で配信する予定としております。最後に携帯電話はマナーボードにしていただくか、電源を切りいただきますようお願いいたします。それでは、本日出席しております市職員並びに特定建設協同企業体の紹介をさせていただきます。向かって左手が市の職員になりまして、資産経営課課長の黒木でございます。よろしくお願いします。課長補佐の川崎でございます。よろしくお願いします。続きまして向かって右手が五洋朝日産業三郎建設環境デザインアーク計画設計特定建設企業体のからお二人がお見えです。よろしくお願いします。はい、じゃあお座りいただいて。それでは、本日の説明会の進め方についてですが、まず、資料をもとに40分程度説明させていただきまして、その後質疑応答とさせていただきますのでよろしくお願いします。また本日の説明会につきましては15時30分までの1時間30分としておりますので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。それでは開始台に伴い説明に入りますのでよろしくお願いします。失礼します。資産経営課川崎といいます。よろしくお願いいたします。まず最初に説明会の位置づけについてご説明をさせていただきたいと思います。総合体育館建設に行く過程といたしまして、こちらにありますように上から基本構想、基本計画、基本設計、実施設計、最終的にそれから建設工事というふうな流れに沿って進めているところでございます。一番最初の基本構想については、総合体育館の基本理念を定め、機能、規模、場所、工程などの基本計画の計画検討となる項目についての検討を行うものでございまして、令和元年11月に策定をしております。次に基本計画ですが、こちらの方につきましては、具体的な課題や条件を整理するなど、場所や機能、概算工事費など具体的な案を示すものとなっております。こちらの方が令和4年4月に策定をしているというところでございます。で、今回ご説明させていただきます基本設計、こちらの方につきまして、総合体育館の構造や配置、レイアウト、備えるべき機能や設備、内外のデザイン等を設計書として取りまとめるものでございます。こちらの方が今回まとまりましたので、皆さんの方にご説明をさせていただくというふうなところとなっております。この後実施設計というところで、建設工事に
になりますが、そちらの方に向けての図面であったり、工事費の積算、まあ、より詳細な設計を行っていくという作業がこれから進められていきます。実施設計の方が終わりましたら建設工事ということで、その実施設計に基づき工事を行っていくというふうなところでございます。下にありますスケジュールの方ですが、今基本設計の方が完了というところで、実施設計の方につきましては今年度来年の2月を目標に進めていくというところになっております。で、予定といたしましては令和7年度来年の4月からということになりますが、建設の方の工事に着手するというふうなところとしておりまして、完了予定の方が令和8年の9月末を予定しております。終わりましたらもう早々に供用開始ということで、10月から令和8年の10月から供用が開始されるというふうな予定として今現在進めているところでございます。本日は今これまで行ってきました基本設計の成果につきまして、この後内容の方についてのご説明をさせていただきますので、よろしくお願いいたします。説明会の位置づけにつきましては以上となります。では続きまして、その基本設計についての説明の方に入らせていただきたいと思います。はい、皆様こんにちは。それでは日向市総合体育館整備事業の基本設計の説明をさせていただきます。まず私ども事業者につきまして簡単に会社の紹介をさせていただきます。はい、今回設計管理を担当します株式会社環境デザイン研究所でございます。弊社は国内外で数多くのスポーツ施設の実績がございます。この画面では皆様のもうご存知の施設としまして、プロ野球広島東洋カープのマツダスタジアムや2020東京オリンピックパラリンピックの水球会場ともなりました東京辰巳国際水泳場を映しております。東京オリンピックではテニス会場と合わせて2つの会場の設計を担当しました。また IOC 国際オリンピック協会傘下の国際体育施設賞を5回受賞しております。国内の設計事務所では最多となります。またこちらのマツダスタジアムはお隣の御用建設さんの施工となります。はい、次お願いします。はい、また今回ですね、日向市と同じ規模の体育館武道場の設計実績も、まあ、こちらの、施設も含めてですね数多くございます。これらの実績や経験をですね日向市総合体育館にも生かして設計を進めたいと思っております。はい、お願いします。で続きまして本事業の全体工程につきましてご説明いたします。先ほどの市からあの市の方からご説明あったようにですね、現在基本設計業務が終了しまして本日の説明となっておりますが、今年中に実施設計業務をおおむね完了しまして来年の4月より工事が着工の予定です。約19ヶ月の施工期間を経て再来年の9月末に完成の予定でございます。はい、それでは基本設計の内容につきまして具体的にご説明いたします。はい、敷地は大大谷運動公園内の水泳場の跡地になります。はい、で基本設計のコンセプトとしてですね、こちら挙げてます3つのコンセプトを、掲げております。日常的にスポーツ健康づくりに親しみ利用できる体育館、スポーツ大会、スポーツ交流、イベントの拠点となる体育館、災害時の安心安全な拠点施設となる体育館、以上となります。はい、お願いします。でまたですね、この基本コンセプトを実現するために具体的な設計方針を挙げております。1番、日向市の新たなランドマークとなる外観計画、2番、日向市の新たな交流拠点、新たなスポーツ拠点となる交流空間の創造、すべての市民が使いやすく分かりやすいバリアフリーな施設配置、競技に集中でき観戦応援に一体感を感じるアリーナ武道場の内観計画、誰もが安全安心して利用できる諸室配置計画、防災拠点避難拠点として包容力のある防災計画、
地球環境にも人にも優しいサスティナブル計画、運営のしやすさと長寿命化を実現する維持管理計画、以上の方針にて設計を進めております。はい、外観計画につきましてご説明いたします。こちらは長官パースになります。周囲に圧迫感を与えないように建物外周は2階建てとして高さを低く抑えております。またアリーナやブロー状の吹き抜け空間のみを高くして周囲に圧迫感を与えない環境に調和した建物をイメージしております。はい、こちらはエントランス部分の外観パースになります。施設内の活動が見えるように明るく開放的な外観としております。はい、次お願いします。外観デザインのコンセプトとしましては、スポーツ施設として外に開かれた外観デザイン、地域に調和したバランスの良い外観計画、環境に調和したアースカラーを基調とした色彩計画などをコンセプトに進めております。こちらは施設の配置計画と駐車場配置計画となります。駐車台数は建物周囲と芝生広場跡地で全体で約160台、駐輪場は50台を計画しております。屋根付きの車椅子用駐車場も5台、電気自動車の充電設備も2台設けます。こちらの赤色はコミュニティバスのプラットバスの軌跡を示しております。お願いします。はい、続きまして各階の平面図を説明します。2階建てですので1階2階の平面図を今並べて、機能別に色分けをして読みます。まず青い色が競技エリアで、1階にアリーナと周囲に器具庫、更衣室、2階に武道場と器具庫、更衣室となります。オレンジ色とピンク色が健康増進交流エリアとなります。中央に交流階段、その右側に交流室、キッズルーム、その下に多目的室、トレーニング室となります。緑色が管理のエリアです。受付事務室、会議室、救護室、大会事務室、トイレとなります。2階も同様に中央のロビーに交流階段を配置して、右側に武道場、左に会議室、そしてトイレで、アリーナの観客席となります。続きまして拡大して具体的にご説明をいたします。こちら1階の平面図になります。こちらがエントランスとなりますが、エントランスの両側にですね、上下足を履き替えるスペースがございます。本施設は基本的に上足に履き替えて利用していただきます。上下足の履き替えは災害時の避難所としての衛生管理上も有効な方式でございます。中央のロビーに広い交流階段を配置しております。それに向かい合うように交流室、キッズルームを配置しています。交流室とキッズルームは一体的に利用でき、また移動間仕切り壁で2つの部屋に仕切ることも可能です。トレーニング室は景色の良い角地に配置をしております。またエントランスから見える位置に多目的室を配置しています。そしてエントランスの左側ですね、受付と事務室、会議室、救護室、大会事務室、放送室などがアリーナを囲んで配置されます。またアリーナに向かって窓や出入り口を設けます。でまたその右側がですね、大きなトイレがございます。またその右側の青い部分が、更衣室が男女並びます。また車椅子も利用できる多目的更衣室も2部屋設けます。はい、でこちらはエントランスから見たロビーのパースになります。中央にコミュニティホールとして広く大きな交流階段を計画しております。2階に上がる階段とベンチも兼ねた大階段です。左奥に受付と事務室、右奥にアリーナの入り口が見えます。はい、こちらは反対側のアリーナ側から見た交流階段のイメージパースとなります。
交流会談はスポーツ大会時の待機場所や保護者の待ち合わせ場所、災害時の情報掲示の場所など様々に利用が可能です。はい、こちらはトレーニング室の弊社実績の写真です。明るい室内で外の景色を楽しみながらマシン運動ができます。はい、こちらは多目的室の弊社の実績です。大きな鏡張りの壁面があり、ヨガやダンス教室など多目的に利用ができます。はい、続きまして交流室とキッズルームの弊社の実績の写真となります。こちらが交流室の事例です。こちらはキッズルームの事例となります。キッズルームは体を動かし親子で楽しむことができるスペースでございます。授乳室や子ども用トイレ、カームダウン室を併設する予定でございます。はい、お願いします。次にアリーナ内部の説明になります。アリーナはバスケットボールのコート2面、バレーボールコートですと3面が利用できます。まあ、その他にもバドミントンが10面や、テニスやフットサルなど多目的に利用が可能です。周りの壁面には十分な広さの器具を配置しております。また左側の濃い緑色は災害時の備蓄倉庫となります。はい、こちらアリーナの内観のイメージパーツとなります。天井の高さは約14メーターあります。明るく開放的な空間となるアリーナをイメージしております。はい、今回アリーナの床の仕上げ材はフローリングではなくタラフレックスという塩ビシートを採用しております。見た目やフローリングと変わりませんが耐久性があり維持管理も容易な床材です。メンテナンス費用の削減が可能となっております。また車椅子の利用も可能な床材でございます。はい、こちらはアリーナ2階の観客席の平面図です。観客席は濃いオレンジ色の部分でアリーナを取り囲むように約500席を計画しております。車椅子席も12席設け、介助席も設けます。その外周の黄色いエリアはウォーキングランニングコースが回ります。コーナーは大きな曲面状にして走りやすく工夫をしております。またこちら観客席内にもトイレを設けます。はい、こちらはウォーキングランニングコースの弊社の実績の写真でございます。今回も歩きやすい走りやすい計画とする予定でございます。はい、次お願いします。はい、こちらは1階のアリーナの器具庫、2階の武道場の器具庫のスポーツ備品収納についての検討図です。各スポーツを色分けしております。こちらのように余裕のある面積を現在確保しております。はい、こちらは1階の災害時対応の備蓄倉庫の収納計画になります。市内の既存の備蓄倉庫と同様の仕様で計画を進めております。はい、こちらは2階の平面図です。中央のロビーには交流階段と子どもが遊べるネット遊具を計画します。右側が武道場と更衣室と器具庫、左側が会議室、トイレ、アリーナ観客席の出入り口となります。はい、こちらが中央ロビーの交流階段とネット遊具のイメージパースになります。子どもが遊びながら体を動かしバランス感覚を養うネット遊具です。岩垣をイメージした貝の形をしたネット遊具を計画しております。はい、こちらがですねネット遊具の弊社の実績の写真になります。公共のスポーツ施設での採用もとても多く、子どもや親子にとても人気がある、ネット遊具でございます。はい、次に各施設の動線計画の説明でございます。アリーナのスポーツ大会や2階の武道場での大会、またトレーニング室や交流室、多目的室での個人利用など、それぞれが別々の動線計画となるように配置し、
安全で利用しやすい計画としております。またユニバーサルデザインとしまして、主要な部屋の扉はすべて引き戸として計画し、誰もが使いやすい形式とします。また床には段差のない施設とします。続きまして、ブドウ状の説明をいたします。こちらは内観のイメージパースでございます。天井高さは5メーターを確保しております。薙刀も利用できる天井高さとしております。壁は地元の木材を利用した壁仕上げとし、天井には気温材を張り響きを制御します。平面図の右側が四角がですね、ブドウ状の形になって、こちらの画面の右側が北側となります。同じ縦長の長さでの武道、柔道、剣道の各レイアウトの図面になります。この左側の図は中央を壁で仕切って、柔道と剣道を別々の部屋として使うことができます。また中央の図面は、剣道が2面で利用できる時のレイアウトです。で、左が柔道の2面時のレイアウトとなります。柔道の畳のレイアウトですが、国際規格の柔道畳を利用し使ってレイアウトを行っております。続きまして、主な設備につきまして説明いたします。施設内の照明はすべて LED 照明です。その中でアリーナの照明につきましては、調光ができる LED 照明を採用します。スポーツ大会やイベント、避難所としての利用の時に明るさを調整することができます。これにより光熱費の削減にもつながります。またアリーナの空調方式は壁輻射による冷暖房方式を採用します。こちらの右の図のようにパネルの中を冷温水が流れて冷房暖房を行います。従来型の風が吹く空調方式よりランニングコストも削減ができます。こちらはその壁輻射冷暖房方式を採用した体育館の弊社の実績の写真です。この緑色と茶色の部分が輻射のパネルとなります。風が吹き出さない空調ですので、バドミントンや卓球などの風を嫌うスポーツにも適しております。避難時にも有効な空調方式です。また災害時の設備としまして、非常用の発電機を設置し、停電時にも3日間主要な部屋に電源供給を行います。アリーナや武道場、事務室、会議室、多目的室、ラウンジ、エレベーター、トイレなどへ電源供給を計画しております。また小便器の洗浄センサーを電池式にすることで停電時にも洗浄が可能です。また太陽光発電と蓄電池も補助電源として活用します。続きまして、災害時の水の確保について説明いたします。飲料水の確保として耐震性の高い受水槽を計画しております。また地下ピットに雨水を貯留し、トイレの洗浄水として再利用します。常時3日分の量を確保しております。また地下ピットに災害用の緊急の汚水貯留槽を計画し、下水設備が機能不全の時に活用できるようにいたします。こちらは施設のトイレを集めた資料となります。トイレの計画につきましては、こちらの黄色い示す、大きく広い多目的トイレを1階と2階に配置しております。またそれとは別に、男女トイレの中にもこのピンク色に示すようなスペースの広いですね、親子の対応できる親子対応のトイレも計画しております。またすべての用便器には L 型の手すりを設置することでバリアフリーに配慮しております。建物外部の南側にも、マンホールトイレを10基計画しております。施設内のトイレが不足したときや車での避難者などにも対応いたします。
以上で簡単ですが基本設計の説明となります。ありがとうございました。市長には本説明会についての公表をいただきたいと思います。市長よろしくお願いいたします。皆さんこんにちは。市長の西村でございます。本日は公務の都合がありまして、参加できないかと思いましたけども間に合いまして、出席をさせていただきました。本日は丁寧な説明をいただきましてありがとうございました。私自身も過去の経緯等からですね、今回の設計に関するまで勉強させていただいておりましたけども、改めて今日のような写真 A のようなものをですね、提供されると、非常に分かりやすいなと思ったのが一つございました。またもちろん専門家の方でしか分からない部分もですね、今日は丁寧に本当に説明いただいたと思っております。私もこの体育館のこの完成をこれから設計からいわゆる実現に向けて始まっていくわけなんですけれども、見るからにも素晴らしい体育館を作っていかなければならないなという気持ちとですね、やはり市民の中にそれぞれに不安があること、私もこの選挙からこれまでたくさん聞いてまいりました。例えば作ったはいいけど使い勝手が悪いんじゃないかとか、あそこの場所で大丈夫なのか、もしくは作った後にたくさんこう維持費がかかって非常にゆくゆく将来のこの市民の負担が高くなっていくんじゃないかとか、税金が上がるんじゃないかと、さまざまな不安をですね、私も伺ってまいりました。このことにつきましては先の6月議会でも話をさせていただきまして、これからしっかりとこの新体育館ができた後にですね、改めてどのような利用拡大をやっていくのかということをスポーツ団体の方々とも私も話をさせていただきました。まず今まで以上に大きな規模の体育館でありますので、しっかりと市民の皆様方に利用していただく、そしてスポーツ団体の皆様方には、例えば今までは市の大会しか行われなかったものを市郡大会であったり、場合によっては県の大会を日向市の方に誘致をしていただく、もしくは延岡日向と合同して大きな大会を呼び込んでくる、そのような話もさせていただいたところでございます。そしてまた立派な体育館になりますから、どうしてもこの維持費がかかっていくのは当然なんですけれども、それを市民の皆様方の負担に頼らないような仕掛けをですね、これから作っていかなければならないと思っておりますし、私もこれからの運営計画におきましては責任を持って取り組んでまいりたいと思っております。スポーツ施設は当然ながらこの体育館だけではなくて、野球場もあります、サッカー場もあります。それぞれのスポーツ施設も維持していかなければなりませんし、他の公共財もですね、非常に年数が経っているものもございますので、しっかりとした安全対策を行った市民の皆様方に利用していただきたいと思っております。そして、昨日も、おとといから地震がありまして、非常に皆様方にも不安なこともあったのではないかなと思っております。特にこの大王谷の地盤というものが、設計の方々の話を聞きますと非常に安定した地盤であるということで、改めてこの地震を受けた後にですね、この地盤安定した地盤の上に体育館が築かれるということが非常に心強いなと改めて思っているところでございます。また防災対策の中身につきましては、我々もこの進捗を図りながらどういったものを充実させていった方がいいのかというものを改めて考えながら現在の計画を進めてまいりたいと思いますので、これからも市民の皆様方のご理解、そしてまたさまざまなご意見をですね、お伺いしたいと思います。今後ともどうぞよろしくお願いします。本日はご多忙の中、また暑い中に多くの皆様方にご出席をいただきましてありがとうございました。公表に変えさせていただきます。